田沼意次の政策は商業と生産活動の促進による経済の活性化を重視しました。彼は商品の流通を促進することで幕府の収入を増やすことに注力し、商人や町人の経済力が増大しました。しかしこの政策は農村の困窮を解決するものではありませんでした。一方、松平定信は田沼意次の政策を転換し、農村の立て直しと財政の節約を重視しました。彼の実施した官制の改革は農村経済の安定を図り、百姓の負担を軽減することを目指しました。これには年貢の減免や新田開発の奨励などが含まれます。幕府のこれらの政策は収入の増加と支出の削減という財政再建策のバランスを取る試みでした。田沼意次の政策は収入増、松平定信の政策は支出削減により関連があります。これらの政策の違いは幕府が直面した経済的な課題に対する異なるアプローチであり、社会状況に応じた対応が求められていたことを反映しています。